茨城県安藤市からやってまいりました、まさかのよさこい響と申します。今回の演舞のテーマは響の宴と書いて共演。我が町坂東市ゆかりの人物平野将門が戦に勝利した時の宴をイメージして作られております。ご覧のように50歳前後のメンバーが多くを占めるチームですけれども、今日このステージで結果を出すために3月から半年間厳しい指導のもと練習を重ねてまいりました。本日最後のステージです。力を余すことなく全力で踊り切ります。どうぞ皆さんご声援のほどよろしくお願いします。名もにこだまし夜空を染める勝利に導く響きの宴、時を奏でる希望の舞を思い紡いでしかと見ろ、まさかのよさこい響き共演。
まさかのよさこい響きでした。踊り子でい、はい、ありがとうございました。はい、まさかのよさこい響きの皆さん、ありがとうございました。